髪を束ねた方が戦いやすいわ。刀に絡む心配をしなくて済むし。皆様、ごきげんよう。こちらは、リタロス・バイス。これより、第8次状況報告を開始いたします。ヴァルキリーたちが奮闘し続けた結果、聖魂計画が作り上げた夢の集合体は、すでにぐらつき始めています。長光様の計算からすると、現在の状態であれば、夢の塊はおそらく、35日後に、少々お待ちください。新たな資料がアップされたようです。申し訳ございません。先ほど共有させていただいた情報に間違いがございました。デュランダル様が先ほどケビン・カスラナの本体から取ったデータを見たところ、現在のモデルを基準に計算すると、夢の塊の解体はケビンさんの影によって補修されてしまうことが分かりました。すでに閉じ込められている人の夢を拡張した夢の塊から薄めた夢の塊へと導いたとはいえ、ケビンさんの影は全く違う存在のようです。待って、全く違う存在って何よ。長光を呼びなさい。はっきりと説明してもらうわ。やっぱりデスラ先輩なら焦ると思ったわ。あんたも聞いてたのね。じゃあ早く説明しなさい。一体どういうことなの？簡単に言うと、ケビン本人は知らないかもしれないけど、彼に支配された終焉の力は崩壊獣のやり方で夢の塊を補修してるの。具体的に言うと、意識的もしくは無意識的に人類の夢に崩壊獣の夢を植え付けてるってことよ。はい？崩壊獣は夢を通して考える。みんなもこの情報を知ってるわよね。ちょっと、それはただの比喩じゃないの？確かにその通りよ。でもその表現なら、今のケビンが夢の塊に与えてる影響も説明がつくの。人類の考え方は名夢を共有することではなく物語を作ること。それは私たちが夢の塊を破る根本的な理由にもなる。しかし崩壊獣にとって名夢はその全てで、聖魂覚醒者の物事をつなぐ天性のように、それがあるから崩壊獣は聖魂計画にとって天然の接着剤になった。そして想像とは完全に無関係だから、聖魂覚醒者に対するような力の導きは崩壊獣に使えない。とにかく具体的な技術はみんなに送っておいたから確認してみて。つまり僕たちの行動に問題はないが、それでも効率が悪いってことかい？ち、一体何なの？あのキマイラってやつ、邪魔ばかりしてくれるじゃない。しかし、そういった状況ならテレサ様の夢食いの能力に頼ることはできないのでしょうか？
論上問題はないが、おそらく効き目はほとんどないだろう。もうあと一歩だっていうのに。夢でも実物があるように扱えるなら、影という存在を。実は少しリスクのある策を思いつきました。技術的に可能かどうかは分かりませんが。もう可能かどうかは話してみないと分からないでしょ。早くしなさい。今はアイデアが一番足りてないの。はあ、本当に全然違うね。やっぱり賑やかな方がいいよね。お寿司様は確信してたみたいだけど、式
月の律者は本当にここにいるのかな。こんにちは、四季の律者。何？私のことを歓迎してないの？なんであなたを歓迎しなければならないの？ここは私の家でも、あなたの家でもない。でも、ここはお祖師様の家だよ。それに、言われたんだ。もういい。とりあえず勝負しよう。はい？何？あなたはコウコをよく知ってるはずでしょ？まさか、わからないの？コウコでも、喧嘩にはきちんとした理由がないと。私は意識の律者だよ。あなたの言いたいことなんてすでに見破ってる。わかった？あんた、機嫌が悪いんだね。うるさい。やるの？やらないの？そこまで言われたら、私だって手加減しないよ。無常寺左衛門一番弟子、律師匠、ご指導を。あの両層の実力の何割を持ってるか見てあげるよ。私は師匠と戦ったけど、最後は勝負がつかなかったらしいんだ。はい？師匠と戦うことも遺伝するってわけ？違う。あの時は私が暴走したの。私を助けるために師匠は戦うしかなかったんだ。チッ、もういい。集中して。そういう胃が痛くなるような話は聞きたくない。そっちが先に師匠の話をしてきたの？悪くない。あなたの技は確かに本物だね。あんた満足したの？
そんなわけないでしょ。私を説得するために来たんだよね。それだけで満足するわけないじゃない。これは別に説得じゃないよ。私が言いたいのは、この世界が直面してる危機。は？そんなの別に私には関係ないでしょ。あなたのお祖師様に手伝ってもらえばいいじゃない。私は何度も助けたんだから、次は彼女の番だっていいでしょ。お祖師様にはすべきことがある。でもその前に、この世界には絶対にあんたが必要なの、四季の律者。ちそれ誰に教わったの？キアナ？それともゼーレ？ううん、テスラ博士とアインシュタイン博士、それとお祖師様だよ。あの牧人人がそんなこと言うわけないでしょ。まあいい、牧人人には一つ借りがある。ずっと借りたままなんてごめんだ。はいはい、わかった。話してみて。せいぜい最後まで助けるだけで、別に大したことじゃないんでしょ。古の楽園、エーデン。しかしここは寄せ集めでできた偶然ではなく、確かに古の楽園だ。つまり
今この瞬間、僕自身が夢を見ているのか。くだらない。出てこい、四季の律者。さすがです。キマイラの源を反税してもらおうと全力で崩壊獣の夢を動かしたのに、結局あなたは少し遠回りしただけ。厳密に言えば崩壊獣は意識体ではない。君の力はそもそも通用しないんだ。そう言われてみると確かに珍しいこともありました。崩壊獣は夢を通して考えると聞きましたが、本当なんですね。崩壊獣は律者の手足であり、眉の感覚器官でもある。その夢には太陽系に対する終焉の思考も含まれている。つまり終焉は本当に宇宙から来たんですか？少なくとも夢を見る限り、月に降下するまでに奴は太陽系の他の惑星を訪れている。地球はその最後の訪ね先なのかもしれない。なるほど、すごいですね。それなら気前らの力を私たちに分けてもらえませんか？君にできるならせいぜい奪えばいい。
しかし結局のところ、君たちは僕に力の施しを請うべきではない。それは担えない責任となるだけだ。はあ、そうなると思いましたよ。いいでしょう、どうしても戦いたいなら。始めましょうか。はあ、君は僕にかなわないと分かっているはずだ。何か忘れてません？ここは夢、つまり意識の空間です。もう以前とは違いますよ。ゼーレ、状況はどうなってるの？ゼーレ曰く、四季の律者の領域はすでにケビンのキマイラと接触してます。戦闘はもう始まってるかもしれません。リタ、他の人たちの状況は？デュランダル様はすでに位置につきました。キアナさん、メイさん、ブローニャさんもいつでも出撃できます。本当の機会を手に入れられるかどうかは四季の律者次第です。もっと正確に言うと、彼女の根性次第かもしれません。でも伝説の聖剣があるとしても、どうやってケビンの影を切り取るんですか？この計画を思いついたきっかけは、ゼーレさんの経験と直接的な関係があるんですよ。え？ケビンの影は実はキマイラの一種の具現。ケビンさんの体内で融合した全ての崩壊獣によって作られた共通の夢です。そしてゼーレさんがくれたひらめきとは、もちろんもう一人のゼーレさんのことを指しています。
雪で一時的に連絡ができなくなってしまったんですよね。はい。つまりケビンの影を切り取る行為はあのウサギがもう一人の私を一時的に引き離したことに似ているんですね。ええ。そしてその大前提として終焉の力そのものを揺るがす必要があります。私がキマイラを切り離せるかと口にした時、ケビンさんが引き起こした特殊現象に何かをしても意味がないとテスラ博士は言いました。いわゆるキマイラと終焉の力は今強い力で結ばれています。確かに最初ケビンさんはそのやり方で終焉を支配しましたが、後から来た私たちがその中でメリットを手にしたければ、まず終焉の力を揺るがし、その結び目を緩くする必要があります。それができて初めて今話した案が成功する可能性が生まれます。でも四季の律者が単独でケビンに挑む、それはこの計画最大の可変要素でしょ。様は私たちの計画をもっと信じてもいいと思います。何はともあれテスラ博士はこう言いました。納得できないわ。ケビンにできるなら私たちにだってできるでしょと。分かったわ。でも四季の律者とケビンの戦況を観測する方法はないのかしら。楽にしてくれフワ。これ以上君が自分を傷つけないようにした。ただそれだけだ。そこまで無理をする必要はない。何のために時間を稼いでいるのかは知らないが、それが君の限界だ、四季の律者。これはまた、こんなことありえるの？大口を叩かないでください。意識の空間で意識の律者に勝てるとでも？前例があると君は知っているはずだ。いいでしょう、やりましょう。結局のところあなたのベースは融合戦士、僕年人と同じです。本当に律者に勝てるとでも思ってるんですか。律者、君が何をかけたのかはわからないが、全力を尽くして君の武芸を全て見せるという。はい。彼女の記憶だったものもあるが、今の君は紛れもなく彼女よりずっと多くのものを持っている。僕は彼女に過ぎ去った時代にふさわしい墓石を選んでほしいと言った。だから今回は最初から全力で
君の器を見せるといい。四季の律者。そうして初めて僕は君を殺す直前に手加減をすることができる。全力ですって？私にそこまでさせる人はまだ生まれてきてませんよ。役に立たない。彼女にはまだ力が残っているはずだが、都政の羽か。不正解です。これは本物の完全な律者の廃墟の剣。僕が君の立場なら、そういった特殊さを一度きりの奇襲に使ったりはしない。あなたには関係ないでしょ。それに今よりもっといい使い方があるとでも？あなたを屈服させるのは大変ですね。つまり君は彼女、深とのつながりを切ったのか。でなければ君はそれほどの力を出せないはずだ。確かに僕年人のことは好きじゃないけど、あの鎖は彼女が切ったんですよ。彼女の孫弟子が教えてくれなかったら、私自身も知りませんでした。どうです、この力は本物で完全無欠。羽化するかどうかもそんなに重要じゃないでしょ。なるほど。誰かが大巨山で第八の神の鍵のコアを見つけ、君の居場所にしたのか。それとも君の意識はもともとそういう物質にあったのか。しかし状況はどうあれ、今の君は完全な四季の律者というより意識のある神の鍵と言った方が正しいだろう。ふん、神の鍵なのはそっちでしょ。とにかく勝てるかどうかは別として、私をどうにかすることはできないと言ったはずです。今なら理解できますよね。確かに今まで負荷に頼らざるを得ない状況だった君の力には明確な上限があった。しかし今はコアが不滅である限り、意識として僕と戦う君を完全に消す方法はない。そして君が時間を稼ぎたいということは、鍵となるコアも僕がすぐには壊せない場所に保管されているんだろう。分かったならそれでいいんです。おとなしく降参。
残念ながら、それでも君は僕の相手にならない。具体的な数はわからないが、この夢の中には君が力を放つ時の媒介となる羽のようなものが無数に存在しているんだろう。その羽を全部消すとなると、それこそ時間を稼ぎたいという君の目的が達成されてしまう。だからいっそのこと、四季の律者、君はある可能性を見落としているようだ。もし一撃でその羽を全部消せる者がいるとしたら。何？今の君が不滅で不死だというのなら、四季の律者、感じてみるといい。ゴーマの全力を。この力は無駄だって言ったはずです。これで破滅するがいい。結末が来る。脆い。私は全てを変えます。はっ、ここです。はっ、いいでしょう、付き合ってあげます。これ。確かに君は彼女ではない。それでも君は彼女の意志から生まれたんだ。もっと分かりやすく言ってくれません？君は律者だ。しかし崩壊の代わりに破壊するという意志はない。だから君にとってこれは本能と無関係だ。僕の敵は崩壊のみ。しかし崩壊の消失により君の立場が奪われることはない。だから君にとってこれは存亡と無関係だ。
確かに君は人の律者と呼べるかもしれないが、自我を超えるような理念を持っていない。だから君にとってこれは信念と無関係だ。それがあなたにとっての分かりやすくですか？結局のところ君が見せたあらゆる執念や切り札は負荷が君の中に残した痕跡でしかない。あなたには関係ありません。それともあなたはあのハイヘビに感化されて詩人にでもなりたくなったんですか？時間を無駄にしていると気づいただけだ。僕が精神のアダムに入ったのは僕なりの目的があってのこと。その目的に他人の影につきまとわれることは含まれていない。影？うるさい。その手には乗りません。私は喧嘩しに来たんです。人としての振る舞い方なんてどうでもいい。行こう。なんだ？何度も言ったでしょ？意識の空間で意識の律者をどうにかできるとでも？まだ終わってませんよ。なるほど。その羽たちは都政への羽の媒介ではなく、君が夢から借りた力だったのか。ようやくわかりましたよ。みんながあなたを強者だというのに、誰もあなたを聡明だと褒めない理由が。確かに僕はもっと早く気づくべきだった。今の君の本質が神の鍵のようなものなら、そういう力を持っていてもおかしくはない。
君は夢を怪我してそれを自分の力にしたんだろう。その通りです。手札が尽きた？冗談じゃない。意識の空間にいる私の手札はあなたが作った全てです。かかってきなさい、ケビン。あなたに全てを壊す力があるとでも？四季の律者、僕を刺激する必要はない。君は僕を騙せない。君は人類によって構築された夢で僕の攻撃を防いできたが、その夢は実質的なダメージを一度も受けていない。その一部がダメージを受けきれなくなった時、君は他の部分が代わりになるように回転させていた。だから僕が君を倒すたびに君に余裕を感じていたのか。しかし夢たちが君を守った時、君も夢たちを守っていた。なぜだ？別に彼らのことは気にしてません。ただ公平が一番大事だって思っているだけです。でなければ今の私が体すら持っていないような状況になるわけないでしょ。どうやら君の目的は果たせそうだ、四季の律者。その戦術は確かに尋常ではない。弱点はあるが、僕がそれを見つけることはまずないだろう。回転が行われた瞬間に君を一撃で倒せるような隙は存在しているが、君は意識を熟知している。僕がその隙を見つけようとしても予想以上に時間がかかるはずだ。考えすぎです。机上の空論では四季の律者を倒せませんよ。では君はその結果を知っているのか。君が夢を回転させられたとしても、君が夢を自分の一部に変えていることも事実だ。君たちが精神のアダムを逆転させることができなかったら、夢は君に対して永遠に影響を与え続ける。それにこの戦いの時間が君の予想を上回った場合、たとえ1万人の意志だけでも君の5000年の記憶とバランスを保てるだろう。その時君は完全に違う人間になるかもしれない。今の君が全く知らないような人間に。だったら何ですか？僕を引き止めるためだけにそんな代価を払うなど少し重すぎる。誰が代価だって言ったんです？今まではあなたの言う通りでした。律者として生まれたことも、牧年人の影響を振り切ることができないのも仕方のないことです。鎖が切れたとしても。だからこの状況が続いたら私は何者でもなくなるのでしょう。あなたが言った話は本当に代価として成り立つと思います？君は自分の意思でなりたい人間になる。僕の言う代価は君からしたら一つの形に過ぎないのか。もうあなたがバカなのかどうかわからなくなりましたよ。でもあまり傲慢にならないでください。
この戦いはそう長くは続かないかもしれませんから。私の攻撃が本当に効いてないと思ってるんですか？隙を見つける前に夢の中で先に倒れるのはあなたですよ、ケビン。構わない、僕は気にしない。というよりこの戦いがずっと続けばいいと思っている。もう気が狂ったんですか？こっちはまだ始めていないんですよ。正直に言うと、僕がここに入ったのは事情があったからだ。だから今日君が見たのは聖魂計画の執行者ではなく、ケビンという名の人間かもしれない。だから、かつての時代の第八律者はケビンと縁がある。それは彼が人間ではないものになった始まりだ。第八律者の能力が再び使われた時、人類としての史上も含め、そのものを長く蹂躙することも厭わない。夢の中なのに彼との差がここまで大きいなんて。いえ、そんなわけ。君に2回目の投稿を許そう。私一人でこいつをボコボコにしてやる。あなた、分かった分かった、言う通りにするから。
デュランダル。すみません、今のあなたの相手は私です。君なら夢の中で僕と戦うつもりはないと思っていたんだ。やめるように四季の律者を説得してくれるなら、僕もここで君たちを追撃したりしない。結局のところ君たちの必要としているものを僕は持っていない。それが終焉の力だとしても、君たちは僕を通して探すべきではない。ケビン、あなたは何かを誤解しているようです。確かに私はあなたと戦うつもりはありません。あなたの影に興味を持っているだけです。この夢の中にあるキマイラの投影のことか。君の聖剣がそれを切り取ることができたとしても、そういう無限法要は何の役にも立たない。それはどうでしょう。星を貫通します。これで破滅すればいい。これはまた予想外で理屈通りの展開だ。
不安。そうやっていつも自分の全てをかけて必死になる必要はない。全てをかけているわけではありません。ケビン、かつてあなたは自分の全てをかけて未来のために半日の時間を稼いでくれました。今度は私が同じ役目を果たしただけです。いいえ、戦いはまだ終わっていません。より強い敵がまだ近くにいます。あまりにも恐ろしい敵ですね。このまま放っておくわけにはいきません。崩壊は必ず消し去ってみせます。気配から察するに、もうすぐ出口に着くようですね。急がなければ。ケビン、さっき感じた力はケビンのものなんですか？君なのか、フワ。崩壊は必ず消し去ってみせます。フワ、僕だ、ケビンだ。崩壊。
せ。気をつけろ。気を抜くな。あの副作用がなぜまた現れているのかはわからないが、すまないフア、今の君を止めるにはこうするしかない。ここで止まる。楽にしてくれフワ。これ以上君が自分を傷つけないようにした。ただそれだけだ。心配ない。ここからはメイが全てを解決する。君は決して怪物ではない。今もこの先もだ。つまり何があっても今後はあの力を使ってはいけないということですね。その通りよ。ただ一つ例外があるの。あなた以外の火を追うガたちが全滅した時よ。でももしそうなってしまったら、使うかどうかなんて些細な問題でしかないわね。それでこれは一体何が。まだ確かなことは言えない。でも最もあり得るのは、戒律と類似した特性を持つ心音があなたの体に影響を与えた際に予想外の変化が起こった。もしかしたらそれはあなた自身の執念が引き起こしたのかもしれないわね。崩壊を消滅させることはあなたにとって選択じゃなくて、ほぼ逆らえないある種の本能になっているの。でも融合戦士はもともと崩壊の力を借りて生まれた存在。だからもし自身を掌握する気を緩めてしまったら、あなたは本能に刺激され、崩壊にまつわるあらゆる存在を思うがままに破壊し尽くすでしょう。もちろん仲間とあなた自身もその中に含まれるはずよ。無理して使えば残される結末はただ一つのみ。周囲のすべてを滅ぼした後は自身を敵視し、迷うことなく攻撃を仕掛けるの。カルラの再生能力から考えれば、あなたは重傷を負っても素早く回復できるはず。つまりあなたは永遠にそのループへと陥るの。
くわ。四季の律者、天元のもの、そのすべてが目くらましだったということか。四季の律者は本気で劣ることなく正面から渡り合えると考えていたかもしれません。でもあなたを倒すことが私たちの目的ではありません。もちろんそれを果たす力も持ち合わせていません。全力を尽くしても私にできるのはあなたに宿った終焉の力を揺らすことだけです。何しろ狙いは僕ではなかった。幾度の試みを重ね、凡俗の手段を使ってでも終焉の力に挑んできたのは、ただ僕の影を手に入れるため。道理で天元の者は全力を使わなかったのか。デュランダルは自分の武器を君に貸したんだな。ええ、たとえ人為的崩落の力でも空間そのものには歯が立ちません。カルラが与えてくれた力ももちろん欠かせませんが、形なきものを切り落とすのであれば聖剣のような利器も同じく重要な役割を持っています。君もそれを聖剣と呼ぶのか。スターアンカーが僕をターゲットにしていると判断し、かわそうとした瞬間、君はそれを使って僕の影を一部切り取った。しかし、もっと意外だったのは、君がそれの本質を知っていることだ。そうですね。何しろこういうことは私の得意分野ではありません。このことにおいて私はあなたのよく知っているフアと比べてそう変わっていません。私はただ他人の指示通りに行動しているだけです。その影があなたと分裂することで松明になるだなんて予想外でした。でもこの時代には同じように天才的な頭脳を持った人たちがいます。たとえバラバラな情報であっても欠点を見抜くことができます。そうすることで私もあなたが支払った代価を知ることができました。ケビ、終焉の力を支配することは見せているほど楽なものではありませんね。
彼女たちは最初、その影を成婚計画を実行した後に生まれたあなた自身の夢の具現だと思っていました。しかしそれはありえないことだと私は知っています。戒律の存在によってあなたは数万年も前に夢を見るという客観視する能力を失っています。それがどうした？ですのでただの推測かもしれませんが、自身が終焉の律者であることを否定している以上、可能性は十分にあります。あなたが今置かれている状況は、おそらく私が神音を持った状態で人為的崩落を使った時の結末と大して変わらないのでしょう。何らかの方法で終焉の力を手にしても、律者ではない以上、あなた自身も普通の人たちと同じくそれを受け止めきれない。つまりその力はあなたの肉体を少しずつ破壊していく。そしてキマイラの最終的な産物である以上、体内にも同じくカルラの因子があるはず。それも私以上にキマイラの特性が適用されているのでしょう。それゆえにあなたの体は、言い方を変えれば、あなたと融合した貝の崩壊獣が常に破壊され、同時に絶え間なく再生しているような状態に陥っている。いわゆる影とは、簒奪者であるあなたのむくろ、それはその崩壊獣たちの最後の夢でもあるのです。それと、私が感知してたように、それは終焉の眉による本物の権能がもたらす追撃すらも受けてます。実際にこの瞬間も、私が必死に人為的崩落の姿を維持しなければ、一瞬でその力に跡形もなく消されるでしょう。ケビン、確かにあなたは嘘をついていませんが、あなたは曖昧な表現で自分の現状を巧妙に隠していました。今この時点で人間としての基本的な感情と知能を維持できているだけで十分奇跡と言えます。どうやら先ほどの自己評価はいささか謙遜しすぎたようだ。ということは図星ですね。人類という種が支払った代価から考えれば、語るに足りないものだ。そうなると、今この時に僕と決着をつける以外に他の選択肢も用意していると。ええ、そういう眉からの追撃は確かに恐ろしいものですが、角度を変えて考えると、それを遡ってたどっていけば終焉の眉の在りかを確認できます。そしてそれはあなたから終焉の力を奪い取る機会でもあります。
そう考えれば、その事実がもたらす可能性は、以前の私たちが考えていた状況よりよっぽどマシです。ここまでするとは、確かに素晴らしい。クワ、君があの子たちをそれほど信頼している理由は何だ？例えば君が僕のようにその力を一時的に引き受けられるかどうかについては、それを手にするまでおそらく確信できないだろう。ええ、でもケビン、彼女たちはただの子供ではなく、一つの時代なんです。その事実に関して彼女たちとあなたに違いはありません。それに戦場で律者たちと戦った私たちと比べて年齢もそう変わりません。こんな醜い勝利でも、かつての日々で全力を尽くして得たものだと君は知っている。少しでも間違いが生じれば、全てをやり直す必要がある。僕たちには三度目の機会などもう訪れはしない。彼女たちがより揺るぎない姿で僕を乗り越えない限り、僕は君たち全員の終焉であり続ける。ケビン、あなたも私も、全文明の人間たちは衝動的になりがちだったのかもしれません。時には感性的な要素のために何もかもを捨て去ったことすらありました。ですが、私たちが情に流されることは一度もありません。つまり君たちはチャンスを求めているのではなく、勝てると見込んでいるのか。それでいい。何はどうあれ、この長い一日もそろそろ終わりを迎えるべきだ。ケビン、君の言う通りだ。僕たちは情に流されはしない。君と戦いたくはないが、影を再び取り戻せるのなら僕はそうする。先の一戦は君たちの勝ちだ。もし君と共にその影をここで殺してしまえば、話は別だが。あなたなら知っているはずです。私はあなたを恐れていません。はじめから僕たちは生死をめぐって争っているわけではない。僕は結果のみを重んじる。君たちが自分たちにできると信じているなら、その結末を僕の前まで持ってくるといい。
たとえ未来を変えられなくても、私はその結果にたどり着くまでの過程を自分で決めたい。かつての彼女はそう言った。だが、僕にはできない。それは、君たちが何を試そうとしているかを気にしない理由でもある。どう始まったか、どう進んだかなど関係なく、どう終わるかは僕がこの手で決める。テレサさん、心の準備はできてるだろう。例えば自分の手で全てを決めるとか、そういった覚悟が。いいえ、正直に言って自分の方法なら必ず夢の主を現実に戻せるって誰も保証できないし、だから計画がうまくいくよう私もちょっと強めな準備をしておくわ。夢を飲み込むビシュヌの力を使うのかい？そうよ。初めて聖魂空間に入った時に自分の夢を飲み込んだの。だからもし収拾がつかなくなったら、目覚めたくない人たちの夢を躊躇なく飲み込むわ。人類の心と歴史の中に入ったからには、その未来のために責任を負わなければならない。それに少なくともエネルギーで夢を爆発させるよりはずっと安全よ。思うがままにやりなさい、テレサ。他人を導くことはできる。でも代わりに歩むことはできないとはいえ、無条件で誰か一人のわがままに付き合う義務なんてないわ。どちらにせよ、この全ての結果は人類が背負わなければならない歴史と未来になる。だからテレサ、あんたはあんた自身を信じればいいの。ありがとう。もし必要であれば、私は誰かを代表して選択するわ。そう言ったけれど、その時が永遠に来ないことを私は願ってる。深たちなら必ず成功するわ。リタの計画によると、みんなは何とかしてケビンから影のかけらを奪取するはず。その後私はキマイラと同じ源を持つビシュヌの力で影にいる崩壊獣の残務を飲み込み、終焉の眉の本当の場所を探す。ちょっとあなたたち、ぼーっとしてる場合じゃないでしょ。四季の律者、あなたたちは成功したの？もちろん。私を誰だと思ってるの？ちゃんと受け取って。
ないわよ。でもゼーレン、心配しないで、大丈夫よ。そうよね、フカも四季の律者も、あのケビンでさえも同じ苦しみを味わったはず。だったら私もきっとだ。これぐらいなんともない。ケビンの全力の一撃とは比べ物にならないでしょ。今の世代の人ってば、まったく。待って、違う。あなたたち気をつけて。こいつらを倒せるのは。そうだ、周りの崩壊獣を早く倒さないと。その炎の塊はあいつらの夢でいっぱいになって消えてしまうかもってネゲントロピーの二人が言ってた。そういう大事なことは次は早く言ってちょうだい。でもますます多くなってきています。そんなのほっといて。あなたたちはあのなんちゃら眉の場所を見つけるって言ってたでしょ。それならその炎を消させないでよ。もういい、ゼール、早く私に代わって。本当に命知らずよね。まるで雨上がりのアリのように愚か、ちっぽけで嘆かわし、来れば来るほど死んでいくだけだっていうのに。テレサに一歩も近寄らせないわよ。全部消えなさい。どうしよう、崩壊獣は四方八方から絶えず襲ってきてる。どれだけ倒しても倒しきれない崩壊獣の夢が影に入っていくわ。ガラス瓶の中に入ってる放っておかれたろうそくのように、このままじゃいつか炎は消えてしまう。もし私の力がもっと強ければ一気に飲み込むことができるはず。強くなりたい、ちょっとだけでも。ここは一般人の夢。結局こうしなければならないのね。
私の手にあるのは人類の未来、人類最後の希望になるかもしれない。これは彼女たちが命がけで手に入れてくれた唯一のチャンス。絶対無駄にはしたりしない。ゼーレ、ちょっと手伝ってちょうだい。テレサ学園長？覚えているわ。ここに入ったばかりの時に試したように、あなたには夢を感知して引き寄せる力があるでしょ。それならもっと多くの夢を引き寄せることはできる。つまり全ての夢を崩壊獣の出現範囲から離れたところへ。持っていけってことですか？でもそれじゃ学園長が一人でどんどん湧いてくる崩壊獣と対峙することになってしまいます。それに学園長の力は確か。大丈夫、夢の干渉さえなければあいつらくらい全て倒せるわ。説明している暇はないの、ゼーレ。私を信じて。知ってるわ、あなたならできるって。はい、テレサ学園長、任せてください。それじゃあ私が代わりに前線に出るわ、ゼーレ。ゼーレ、やっぱりやってくれたのね。これで夢を飲み込んで強くなることはできない。飲み込む対象を失ったから。生死の瀬戸際で臆病な決断をするよりも今の方がマシでしょ。
人を守るなんて本当に難しいことよね。私は力も心も強くない、ふさわしいリーダーでもなければ立派な戦士とも言えない。人類が運命の十字路に立たされた時、私は誰も傷つけたくはないし、彼らの全てを救うこともできない。そして私はただためらうばかりで前に進めない。でも無理やりの決断、それもまた決断よね。そうでしょ。誰一人諦めたりはしない、誰一人代価にしたりはしない。それはテレサである、天命の司教である私の決断なの。だから最後の手を使う時が来た。この炎は消えたりはしない。自分の力でここの残滓を排除してみせる。血騎士月光、制限解除。私の骨を、私の血と肉を、すべてあなたの糧にしなさい。ヴィシュヌ。それで現地の住民に反対されて任務を中止したの？ふん、わからない奴らよね、クミンが。そんなこと言わないで。外識のない一般人にとって天命の偉大な事業は理解しにくいのよ。司教様も言ってたじゃない、一般人には寛容にって。あら、こんにちは、テレサ様。こんにちは、アガサ。テレサ様、人違いですよ。私は極東支部第一小隊のヘレンです。先週会ったばかりですよね。あ、ごめんなさい。何も違わない。それぞれに違う名前があって違う顔をしているのに、言ってることとしてることはみんな同じ。まさか本当におじい様が言ったように、みんなはただ他人の歴史を繰り返してるだけなの？まるで、あたくし。ここの夜景、綺麗ね。どうして？窓からこぼれる光は、綺麗だと思わない？それは一般的な蛍光灯でしょ？明度も低いし、飾りも華麗なものじゃない。天命本部の照明とは全然比べ物にならないわ。でもその光が暖かいのよ。一つの光は一つの家庭を表してる。似たような光でも違う色を映してる。光の主人は誰？どんな物語があるの？誰かを待ってるのかしら？そんなことを思うと、この夜景が守られて、本当に嬉しいのよ。説教は終わりました？うん。外で作戦に参加するより疲れたわ。あの子たちったら、安心できる子が一人もいなくて。若いですからね。元気があるのもわからなくはないんですけど。あなたの考え方が羨ましいわ。毎日あの子たちと知恵比べをしてたら、疲れて死ぬか、憤死するかのどっちかになっちゃいそう。あら、先月の始業式ではこうおっしゃってたじゃないですか。バルキリーたちが死と隣り合わせて戦っているのは、一般人が自由に生きていくためって。あの子たちは一般人じゃないでしょ。違うんですか？
はいはい、落ち着いてください。私たちの優しい学園長一緒に一杯いかがですか。あの時の私は何を考えていたのかしら。よく覚えてないわ。だってあの時より私はだいぶ変わったもの。あの子たちのおかげだわ。あの子たちがこの世界のことをもう一度教えてくれた。他の人と同じようでいて同じじゃないってことを知った。あたくしったら何を考えてるのかしら。本当に死んじゃうわけでもないのに。終わったの？でも完全な人為的崩落を経験した後だもの。私も今までの姿じゃなくなってるはずよね。帰ったらリタたちは私だってわかるかしら。どうやら過ちを犯さない良い司教になることは簡単じゃないようね。これもまたみんなの祝福なのかしら。来なさい、何度でも。何も残らないように飲み込んであげるわ。私はテレサ・アポカリプス、天命の大司教よ。この距離なら大丈夫だよね。テレサ学園長の方はどうなってるのかな。良くない状況かもしれないわね。どうしたの？私のこと覚えてないのかしら。のこのこと姿を現すなんてね。いいわ、今度は骨の髄まで染み込むほどの恐怖を味わわせてあげる。はあ、相変わらず短気なのね。ゼーレ、彼女は？前に連絡が取れない状態になったことを覚えてる？つまりそれが彼女の仕業だったの？心配しないで、ゼーレ。もうすぐ、もうすぐ彼女は自分のしたことを後悔することになるから。あなたたちの今の気持ちはわかるわ。私はみんなのことをあまりわかってなくて、過ちを犯してしまった。でも、今はそんなことを話してる場合じゃないのかもしれないわ。
だってあなたの仲間が危険な目に遭ってるかもしれないわよ。テレサ学園長？ちょっとテレサに何をしたの？あら、誤解よ。私はただの関係ない通りすがりだもの。何もしてないし、あなたたちに協力するつもりもないわ。でも、あなたたちが聞きたい情報をちょうど知ってたりするわね。変な小細工を考えない方がいいわよ。本当に何も考えてないわ。私が知ってる限りでは、この夢の迷宮で、あなたたちを助けられる人が、ちょうど一人いると思うの。どうかしら？再び夢に入って、探してみる？もし信じてくれたら、嬉しいわ。だって、私は誠実な人だもの。それじゃあ、またね。あなた、誤解しないで。本当はただ、固有世界には長居できないだけなの。誰？そこにいるのは。また未来を見てしまったの？あなたは誰？何を伝えようとしてるの？待って、せめて顔だけでも。ここはどこ？何があったの？だから今は逆に自分の夢の中にいるってこと？何もないけど。そうだよね。疑似時間結晶から生まれた私の行動の仕方は、まるで人間が夢を見ているようなものなんだから。だから私を夢に閉じ込めても新しい夢は見れない。だって私はただの物語の記録者で創造者ではないから。それよりここから脱出する方法を早く見つけよう。メイちゃんたちはどうなったのかな？でも私がこの前見た未来だと彼女たちは無事脱出してるはず。うん、違う。何かとても大事なことを忘れてるような気がする。暗い。このままじゃ何も見えない。どうやって脱出すればいいの？何？誰が何をしたの？偶然かな？やっぱり、早く出口を探そう。私の夢って、こんな風になってるんだ。
月が綺麗ね。やっと会議室から出られました。私が出なきゃいけないほどの敵？今日はいい天気ね。こんばんは。今日は十分頑張ったでしょ。あとは任せて。
リュランダルさんとキアナちゃん、確かに姉妹に見えるわね。